東京浅草です。新型コロナウイルスの影響で観光客の姿はほとんどありません。その浅草に新しいユニクロがオープンするということで、どんなお店なのか早速向かってみたいと思います。雷門を出発して歩くことおよそ5分、土産物店や飲食店が立ち並ぶ通りを抜けていきます。目指すのは演芸場で有名な浅草ロック。するとその中心地に現れたのがこちら、6月4日にオープンするユニクロ浅草店です。お寺や神社に貼ってあるお札のイラストが描かれていたりと、下町浅草との調和を意識した外観となっています。今日はオープン直前のメディア向け内覧会です。早速中に入りましょう。するとまず視界に飛び込んでくるのがこの巨大な提灯。こちらは東京の伝統工芸品、江戸手描き提灯の職人が手掛けました。実はこのお店の一番の特徴は地元浅草とのコラボレーションなんです。ちなみにこのユニクロでは花も売っています。ユニクロが去年から始めた取り組みで、ここが全国で7店目です。さあお店の奥の方へと進んでいきましょう。ユニクロ浅草と書かれた法被が飾ってあり、その奥に展示されているのがユニクロオリジナルデザインの人力車です。人力車は究極のサステナブルな交通手段ということで、ユニクロの環境対応へのメッセージも込められているそうです。さあ1階をぐるりと回っていきます。ちなみに1階はレディースの売り場となっています。そして今度見えてきたのは小さな日本酒の樽です。これは店の隣の土産物店で扱っている全国17の酒蔵とユニクロがコラボした T シャツなんです。日本酒のラベルのデザインなどが描かれていて、この浅草店の限定商品となっています。続いてエスカレーターで2階へと上がっていきます。この店舗は1階と2階の2フロアおよそ600坪で、都内のユニクロとしては大型店に分類されるそうです。店内ではオープンに向けた最後の準備が佳境を迎えていました。そして2階にも地域とのコラボを謳った商品がラインナップされています。地元浅草の文房具店や履物店のほか、浅草を中心に活動するアーティストとのコラボ T シャツやトートバッグなどが販売されています。こちらは雷門とそして風神雷神の T シャツです。実はこれ店内に設置されたタブレットから自分の好きなデザインを選んで好きなように組み合わせてオリジナルの T シャツを作れるというサービスなんです。浅草店限定の100種類以上のデザインがあり、中には地元の飲食店のロゴも用意されています。アフターコロナの観光復活に向けユニクロの集客効果に注目が集まっています。店長に話を聞きました。伝統的な職人さんとの協業だけではなく、若いアーティストの方や新進気鋭のデザイナーの方ともコラボさせていただきまして、これからの伝統的な浅草と新しい浅草どちらも伝えていけるようなユニクロ浅草店になれればと考えています。外国人のお客様だけではなく、国内外の観光客のお客様をターゲットにできればと考えております。